して醤油をセット。で、何の実験かというと、まず風速15メートル。おっと、早くも醤油が危ない。もう少し粘れるか。あっさり脱落、残念。続いて一気に風速25メートル。これは辛そう。髪も皮膚もなびいている。ところがケチャップマヨネーズには変化がない。風速30メートルでは、おっとケチャップが風で流れ出してしまった。マヨネーズはまだ耐えている、耐えている。ここでアウト。ケチャップ検討しましたが、マヨネーズには一歩及ばず、惜しくも負けてしまいました。続いては